このスパ。あれ？どうしてスバルが庭の手入れをしてるの？今日は当番じゃないよね。ラムのやつが食あたりで体調が悪いらしくて、レムだけじゃ大変だから手伝ってんだよ。すみません、スバル君。姉様も明日には良くなると思いますから。残念ね。天気もいいし、お弁当でも作って遊びに行こうかと思ったんだけど、難しそうかしら。いや、簡単だ。すぐに終わらせるから、ちょっと待ってて。おっきい。この子、一体何かしら。これは、不思議な気配だね。おいおい、警戒することないって。多少でかいし不気味な色だが、これはただのカエル。舌長。みんな絡め取られちゃったわね。そしてこの後は、うわー、このスバー。あれ、ここは。目が覚めましたか、スバル君。ああ。って生臭！なんだこりゃ！私たち、丸飲みされちゃったものね。で、気づいたら、ここに。パックの話だと、ここはルグニカ王国ではないみたいよ。お腹の中が別の場所に繋がってたんだよ。転移魔法の一種だね。道理でおかしな気配だったわけだ。なんだか変な声が聞こえない。キャベ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 。なんだよあれ。キャベツの大群が空を飛んでる。待って、大群の後ろから強力な魔力が。エクスプロージョン。一瞬で。気持ちよかったです。はあ。さて、形の残ってるキャベツを回収するわよ。こんがりしたキャベツは晩ご飯に仲間入りね。お、そこに誰かいるのか。はまさか爆裂魔法で怪我してないよな。おい、今のキャベツはなんだ。てか、なんで野菜が空を飛んでんだよ。ありえねえ。ジャージ？もしかしてこいつ、俺と同じ転生者か？おかしなことを言いますね。野菜は飛びますし、サンマは畑で採れる。常識じゃないですか。そうなの？知らなかったわ。僕たちの知ってる常識と違うみたいだね。ちょっと聞きたいんだけど、ここは一体どこなんだい？どこって、駆け出し冒険者の町、アクセルよ。アクセル？そんな名前の町、聞いたこともありません。ああ、もうどこなんだよ、ここは。それもこれも、あのでっかい虹色カエルに食われたせいだ。でっかい、虹色カエル？カズマさん、カズマさん、でっかいカエルって、まさか。おや、君たち心当たりがありそうだね。教えてもらえるかな。その前に、まずお互いに自己紹介だ。私の名はダクネス。その男はカズマ。こっちはアクア。地面に寝ているのがメグミン。みんなでキャベツの討伐クエストに参加していたところだ。あなたたちは？私はエミリア。そしてこっちが契約精霊のパック。どうもよろしく。レムはロズワール邸のメイドです。
ロズワール？聞いたことないわね。そしてこの俺が夏木スバルだ。夏木スバル、名前からして間違いないな。こいつ俺と同じ転生者だ。ここで話すのもなんだし、俺たちの屋敷に来ないか。特にスバル、お前には話がある。俺に？もういいけど。決まりだな。でっかいカエルについてもそこで説明するよ。このスバ、うっそうとした森ですね。私たちの前に人が入ったのはいつのことか分かったものじゃありません。ギルドのお姉さんが高額報酬だって進めてきたクエストだから怪しいとは思ってたが、なるほどな。結界に守られた太古の森の調査か。別の世界に通じる扉があると言われてるらしいが、本当なのだろうか。この森に入った人間が誰も戻ってこなかったっていう話が近くの村に伝わってるみたい。ねえ、私怖いんですけど。噂の真偽はともかく、俺たちの仕事は結界の中にモンスターが入り込んでないか調査すること。くれぐれも慎重に。出たなんで今撃ったんだよ。爆裂魔法で結界ごと全部吹っ飛んじまったじゃねえか。先手必勝です。そうよ、ここ怖かったわけじゃないんだから。それに結界なんてこの私が張り直して。待て、この地響き何か来るぞ。ブジャイアントトード？見たことのない色だな。一体どこから？封印は解かれた。異世界の我が同胞も間もなく目覚める。喋った？ブおい、こら、どこに行く？待ちやがれ！ということがありまして。なるほどな。と言いつつ全然わからん。それって私たちを飲み込んだカエルって言うんだったかしら。もしかして同じ個体ってこと？この辺りにもジャイアントトードは生息しているが、虹色で、しかも喋るやつを見たのは初めてだ。これはまだ仮説に過ぎないけど、その森には別の世界へ通じる扉があるって言われてたんだよね。ああ、そう聞いている。もしかしてそのカエル自体が扉だったんじゃないかな。扉は片方だと意味がない。結界を解かれたせいで僕たちの世界にもカエルが現れた。そしてカエルの口の中が通じ合い、飲み込まれた僕たちはこの世界に飛ばされた。別の世界なんて、まさかそんなことが。ちょっと待てよ。だとすると今回のトラブルの元凶ってお前らのせいか？はっはっはっは。我が爆裂魔法は地獄の窯さえこじ開ける。バッカ、素直に謝っとけ。すみません、うちの爆裂娘がすみません。どうしよう、スバル。もうすぐ応戦が。大丈夫だよ、エミリアタン。きっとなんとかなるから。私たちだって好きでこんなこと起こしたわけじゃないんですけど。まあでも迷惑かけたのは悪かったわ。ごめんね。カズマ、どうだろう。スバルたちが戻る方法をみんなで探してみないか。そうだな。俺たちが原因作ったようなもんだし、乗りかかった船だ。みんなで何とかするしかないな。
おかしな魔力を感じると思いましたが、あなたが魔力の主ですね。ぼう、私の問いに答えることもなく、あくびよ、なんたる傲慢、すがすがしいほどに怠惰だ。何ですかこの舌は、な、生臭い。これは試練。ああ魔女よ、これは試練ですね。このスバ、ガチャン風月。わあ、悪はすごい。芸は魂が命じるとき、おのずから披露してしまうもの。つまり今回は私の心からの謝罪だと思ってくれていいわ。全然反省してるようには見えないんだけど、まあエミリアタンが喜んでるからよしとするか。原因が分かっただけでも前進です。今後の対策も立てやすくなりますから。当面の目的は元の世界に帰るために虹色のジャイアントトードを見つけ出すことかな。ああ、私たちも手がかりを探しに行こう。虹色とはいえたかがジャイアントトード、見つけ次第我が爆裂魔法で消し去ってやりますよ。バカ、見つけたら捕まえるんだよ今回は。そしてもう一回食わせてスバルたちを元の世界に返すんだ。ねえ、聞き込みってどこでするものなの？おいおい、聞き込みといえばギルドだろ。ギルド？スバルは知ってる？ああ、異世界もののお約束だよ。こんな話ができるってのも久しぶりだな。確かに、別の異世界に飛ばされた日本人がいるなんて、なんだか親近感だ。みんなも元気そうで平和だし、いい町だね。それにご飯も美味しかったし。それは食材だけでなく、レムの腕もあるだろう。レムの料理は本当に美味しかった。お褒めに預かり光栄です、ダクネス様。いや、全言撤回。スバルには可愛い王女候補にメイドさん、こっちは性格に難があるやつばかり。くしょー、同じ異世界転生者なのに不公平だ。このスバル、今のところ虹色のジャイアントトードに関する目撃情報は届いていませんね。それにしてもまさかそんなことが起きていたなんて。こちらから推薦したクエストなので心苦しいのですが、ジャイアントトードによる何らかの被害が起きた場合は原因を作ったカズマさんたちに弁償していただくことになりますので。はい、そうですよね、ごもっともです。起きたことをとやかく言っても仕方がありません。そうね、被害が起きる前に何とか捕まえましょう。頑張ってカズマさん。おい、自分は無関係みたいな顔してるけど、お前らが一番の原因だからな。カズマも苦労してんだな。すみません、プリーストはいませんか？うちのメンバーがおかしくなっちゃって。これは意識もはっきりしていないようだな。ダストは一体どうしたというんだ？それが私にもわからないのよ。クエストでアルカンレティア近くの洞窟に向かう途中、緑色の髪の男に会って、それからずっとこうなの。脳が、脳が。この人すごく苦しそう。大丈夫？気をつけてください。この人からはかすかに魔女の残り画がします。魔女の残り画にこの症状、まさか魔女教が？魔女教？なんだかよくわかりませんが、
そこはかとなくコウマ族の金星に触れるかっこいい名前ですね。かっこいいか？明らかに怪しい宗教っぽい名前だと思うけど。気にするな、こいつの感性はちょっと変わってるんだ。あの男一体何だったんだろう。変わったジャイアントトードを連れてたわ。おい、それってもしかして虹色のカエルじゃなかったか？あ、そうそう、虹色なんて初めて見たわ。珍しいわよね。ねえ、その虹色のカエルを見た場所のこと、もう少し詳しく教えてくれない？このスバ。さあ、超愛に報い、愛の真とたる証明を。ノーガが。どうやら当たりのようだな。緑の髪、リーンが言っていたのはあの男だろう。ええ、魔女の残り牙も強くなっています。周りにいるのはあいつの手下か？いや違う、よく見てみろ。ダストの症状に似てるわ。シントとか言ってたし、あの緑髪の男が魔女教に洗脳してるのかしら。あ、見てください、あの男の後ろ。俺たちをこの世界に飛ばしたカエルだ。さっさと捕まえて元の世界に戻してもらおうぜ。待って、その前に操られてる人たちを助けてあげないと。よし、みんな俺に考えがある。確かここからアルカンリティアは近かったよな。近いけど、それが何か関係あるの？ふん、目には目をだ。カズマさんに任せとけ。です。あなたたちは自ら動くことすら怠け、挙句に判断を誤った。これはその報い、あなたの怠惰がもたらした罰なのです。未熟な我が身を正しく超愛の道へ導いてもらうためにも、私は戻らねばならないのです。さあ、今こそ再び私を飲み込んで。待て、お遊びはそこまでだ。ん？誰です？その人たちを解放して、カエルさんもこっちに渡しなさい。問いに答えず、要求のみを伝える。実に怠惰です。このような愚者を淘汰し駆逐することで、魔女の求む楽園に近づく。よくわかんないけど、やっぱりすんなりとはいかなそうだな。アカ、頼んだぞ。任せて。経験なるアクシズ教徒の皆さん、あそこにいる怪しい人たちは魔女教という信仰宗教です。今まさにアクシズ教の聖地であるアルカンレティアを乗っ取ろうと計画しています。そんなことが許されるでしょうか？いいえ、許されません。立ち上がるのです。魔女教に立ち向かうのです。女神アクア様を冒涜する不貞の輩め、しばき倒してやる。アクシズ教徒を無理やり洗脳して邪教に引き入れたって、仲間を返しやがれ。悪魔倒すべし、魔王しばくべし。悪魔倒すべし、魔女教しばくべし。何を言っているのか知りませんが、こしゃく、無粋、無神経。魔女教徒とアクシズ教徒が乱戦に、すごい光景ですね。言われのないクレームを受けている魔女教徒たちが少し不憫な気もするが、目には目をか。カズマの見事な作戦だな。みんな、魔女教徒がアクシズ教徒に気を取られているうちにジャイアントトードを確保するんだ。
目の前の戦いすら他人に任せるとは、あなたたち怠惰ですね。ちょっとそこの緑の人どいてほしいんですけど、私たちが用があるのはそこのジャイアントトードなんだから。そうはいきません。私は魔女教滞在司教タイダ担当ペテルギウス・ロマネコッティです。あなたタイダですね。はい、その通りです。違うわよ、タイダなんかじゃないわ。私は水の女神であり、アクシズ教のご神体なんだから。とにかくエミリア団のためにもお前を倒して俺たちは元の世界に帰る。ええ、悪い人たちは懲らしめちゃうんだから。このスバ、キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。カヤシャバ、ゲイ、おい、あいつただの頭のおかしいやつじゃないんだが。硬い手のような感触に鎧を握りつぶされたぞ。愛に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 超愛に報えるのです。望むところだ、かかってこい。見えないけど感触はある触手。そうだ、もしかしたら。アクア、雨だ。大量の雨を降らせてくれ。魔女より水の女神が上だって証明したいだろう。仕方ないわね、これが水の女神の力よ。セイクリッドクリエイトウォーター。空から滝のように水が、すっげえ。見てください、スバル君、雨に打たれて触手が。思った通りだ。おい、ペテルギウス、見えない触手が丸見えだぞ。時は満ちた、我が爆裂魔法が闇をうがつ時。こっちも魔力は溜まったよ。ええ、いつでも行けるわ。見えざる手を避けてペテルギウスにぶつけてやれ。ジャイアントトードは巻き込むなよ、絶対だぞ。我が爆裂魔法こそが市場にして思考。言うね、言っとくけど市場で思考なのはリアの魔法だよ。リア、本気で行くよ。行きます、エクスプローチョン、アルヒューマ。このバカ、巻き込むなって言ったのに巻き込んでるじゃねえか。おいおい、どうすんだよ、元の世界に帰れんのか。まあまあ慌てないで、見てごらんよ、あのカエルが光の粒子に変わっていってるよ。愛に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 。男の人も光の粒子に飲み込まれて消えた？ねえバック、これって私たちが飲み込まれた時と同じ？そのようだね、懐かしいマナの力を感じるよ。この光の中に入れば元の場所に帰れそうだ。おお、もうダメかと思ったけどギリギリセーフか。急がないと粒子が消えてしまいます。本当に急ですが、ここでお別れのようですね。
カズマ、みんな、短い間だったけど、とっても楽しかった。こっちもだ。異世界転生仲間にも会えたしさ。スバル、そっちの世界でも頑張れよ。おう、お前もこの世界で頑張ってくれ。応戦だったっけ。最後までエミリアを支えてあげるのよ。ああ、短い間だったけど、ありがとな。またいつか。行ってしまいましたね。短い間でしたが、面白い人たちでした。ああ、本当にまたいつか会ってみたいものだな。そうそう、協力してくれたアクシズ教徒たちにご飯をおごる約束をしているの。でも私、今手持ちがなくて。ねえカズマさん、お金貸してくれない？はあ？お前この前渡したお小遣いはどうしたんだよ。目が覚めましたか、スバル君。あれ、レム、お前だけか。エミリアタンとパックも無事に帰ってこれたのかな。帰ってこれた？夢でも見ていたのですか、スバル君。夢？いや、そうじゃなくって、みんなででっかいカエルに飲み込まれて。まだ寝ぼけているみたいですね。さっきは驚いたんですよ。庭のお手入れの最中にスバル君が貧血で倒れたから。夢？そっか、夢か。妙にリアルな夢だったな。夢ってどんな夢？うわあ、パック！それにエミリアタンも。倒れたって聞いて心配になって。もう大丈夫なの？ああ、もう大丈夫だ。これからも俺がエミリアタンを支えるからな。支える？急にどうしたの？あれ、なんか誰かに最後までエミリアを支えてあげてって言われたような。まだ寝ぼけてるの？それは夢だよ。夢？そうか、夢か。でも支えたいって思いは夢じゃない。俺はエミリアタンのためにこれからも頑張るぞ。このスバ。メインストーリー。